皆さんこんにちは、ミャオフォー散歩でございます。いつものように名古屋駅からスタートでございます。はい、こちらがですね、名古屋テレビ、メーテレの建物でございます。このすぐ近くが今回のね、目的地、今矢印が出ているお店でございます。こちらはですね、ラーメン富士見亭さんです。住宅地の中にね、ポツンとあるラーメン屋さん。この看板が気になります。どういうラーメンなんでしょうか。昼の部と夜の部にね、分かれているんですよ。日曜定休。入店いたしました。Quand chanteront le temps de cerise。 飛べない金髪豚野郎はただの豚だ。ということで、ラーメンの画像に飛びます飛びます。こちらです。こちらがですね、このお店の名物ラーメン、メンマラーメンでございます。このメンマですね、ここの自家製だそうですよ。すごい量、圧倒的な量です。これがですね、非常に本格的なメンマで美味しい。スープはこんな感じ。ちょっと黄色みがかかった透明スープ。そしてね、割とあっさりしてるんだけどコクがあるというね、まあ珍しいスープですね。ただし漢方薬臭いとかね、そういう変な癖は全くない。コクのある醤油と塩ラーメンの中間的な味ですかね。そして麺はこんな感じ。まあ普通ですよね。このラーメン気をつけないと、麺の方がねなくなって、後半メンマだけを食べるというね、メンマ好きには天国な状況になっちゃいます。そしてね、このお店のね、売りはね、もう一つ、チャーシューなんですよ。これがね、チャーシューなんですけれども、ここのチャーシューはですね、口の中でとろける系のチャーシューで、味もよく染みております。夕方ね、オープン直後に入ってもチャーシュー麺は大体食べることはできません。トッピング用は残してあるんですけど、チャーシュー麺用のね、チャーシューはね、昼の部でね、使い切っちゃうみたいですね。私ね、何回か行ってるんですけど、夕方行きますとね、もう今日はチャーシュー麺はできないんだけどって言われちゃうんですね。毎回言われるんで、多分チャーシュー麺食べたい人は昼の部に行かないと無理だと思います。長蛇の列っていう感じはないんですけど、ただ大体いつも満席になってます。もしかするとね、ここもラーメンマニアの聖地みたいなことになって、並ばないと食べられないっていう状況になっちゃうかもしれませんけどね。そうなる前にですね、ラーメン好きの方はですね、ここに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。ジャパンイズソークール。